やっぱりこの今やってるネーションズリーグってところが一番こうチーム力もそうですし、自分自身の自信をつけたり、そのオリンピックに向けてこう力というか準備できるいい機会なので、去年ネーションズリーグで3位取れたところで、やっぱり3位になれるイメージってところが持ってたっていうのは、今の日本代表の自信にもみんなつながってると思うので、やっぱその経験っていうのが非常に重要かなと思いますね。やっぱオリンピックで力を出すために、やっぱりこう気持ちを作っていく、気持ちを強くしていくっていうところが、まあ、本当に今この2ヶ月自分自身が重要なことかなと思ってますね。やっぱその技術っていうよりは、例えば具体的にサーブをどうとかっていうよりは気持ちを、まあ、作っていくって方がウェイト高い。そうですね。もう正直この2ヶ月でやっぱりスキルが上がるかというと、なかなかそこは難しいと思うので、やっぱりこのイタリアシーズンだったり、オリンピック終わってから、東京オリンピック終わってからこうやってきた3シーズンっていうのを、その集大成が多分ここで出るんで、集大成なので、まあ、だから本当にそれを出せるか出せないかだと思うので、もうそこはもうメンタルの部分だと思いますし、コンディションもそうですけど、そのコンディション、メンタルの部分ってところをこうしっかりと強くしていく、安定させていくってところが僕は一番重要かなと思いますね。今日から合流ということで、いつチームから声かかったんですか？3日前くらいに、連絡入って、まあ、そこからこう、まあ、少しですけど準備はできているので、まあ、明日もしチャンスがあれば、まあ、自分の良さをしっかりと出せるように、やっていきたいなと思います。小野寺選手と所属チームにしちゃったんですけど、はい、同級生ですけど、はい、なんか話したんですか？いや、もうハイボールの、練習付き合ってくれたんですけど、まあダメなとその時になんか帰れよ的なことも言われて、まあそれで自分も和んだというか、気持ちもこう楽になったので、すごく感謝しています。じゃあ明日からお願いします。頑張ってください。Thank you.
多分いろいろ思うことあると思うけど、もうちょいファイトできたと思うし、まあでも次明日あるから、まずは明日に向けて、コンディション整えてやっていきましょう。よっしゃ、よっしゃ。No, no, 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 no,いい機会だなと思いました。何かこうプレッシャーを与えれるようなこう雰囲気だとか、やっぱりそういうのはやっぱり今日の試合を通して大事だなと感じたので、明日以降もう一回、まあ、チームとして気を引き締めてまたやっていきたいなと思います。やっぱりやるせない気持ちでいっぱいですね。最後は手応えあったところももちろん攻撃面だとかサーブだとか手応えあったんですけど、他のブロックだとかはまだ手応えなくて、まだ練習していかなきゃいけないなっていう印象はありました。ポーズ、はい、何で今シーズンはこれですか？今シーズンはこれです。特に意味はないですけど、なんだろう、印象付けたいなっていう。もちろん攻撃とかブロックでも印象付けたいですけど、個人としてエバルダナリーを印象付けたいなっていう印象です。僕自身こう久しぶりにこう代表の試合で、まあ、かなり緊張もあったんですけど、その中でスパイカーがすごく助けてくれて、まあ本当にありがたいと思いながら試合をしていました。まあ、パイプ攻撃に関しては、比較的通っていたので、まあ、あとはクイックを、まあ、もう本数を増やすこともそうですし、何よりこう精度の部分でもっと上げていかないといけないなと感じました。Vystavuj se Gita, Luigi, Yuki, Ran, Reishi, Yamaoshi, je to. OK? Toto je samé, to je keko nioj sundé, ne? Týma ikki, hačevaj mu sám. Týma, ne? Es, ej, ule no. Sáde, sáde. Sáde. いただきます。やるみちゃん。ああ、こう紹介レベルか。クソだろ。あ、クソだろ。いただきます。
できないですよ。よっしゃ、ナイスナイスナイス。じゃあまず結構イライラしたので迷惑かけたもの取るのから、まあごめん、まあまた切り替えて、みんなでまた学習してみて、まあアメリカ、フランス、オリンピックで強いと思ってるから、そこでもしっかり、プレーできるようにしよう。じゃあしょー、今日何勝目？6勝目。最高。あだす。あだす。はい。俺だ。せーの、ラグビー。どんな試合でした？まあそうですね、3-1で勝てたのは大きいですけど、まあ、僕自身あんまりプレーを打てなかったので、まあ、少しから反省しなきゃいけないし、今日は本当にチームメイトの力で試合でした。まあ、まだ内容とか完成度といった部分では、まあ、まだまだなところはあるので、まあ、チームとしても個人としても、まあ、そこは、フィリピンラウンド、そしてファイナルで、その後オリンピックに向けて、まあ、時間があるようじゃないのでしっかり固めてベストな状態でオリンピックに向けてました。スロベニアは、まあ、世界ランキング的にも負けられない相手ですし、最終形でしたけど、まずは勝ててホッとしています。会場の雰囲気どうでした？でも本当に、僕たちを後押ししてくれましたし、まあ、本当にホームの、良さを非常に感じる最高な試合でした。はい、でものすごいチームとして、タフな試合になったと思いますし、でもこれで勝ち切れたところっていうのが、この試合でしか得れないものが得れたのかなというふうに思ってます。それは何ですか？やっぱこういう勝負どころでの経験というのは、やっぱりその勝っていかないと自分たちの自信にはならないと思いますし、だからこそ勝ちに対しての得れる経験というのはそういう自信だと思うので、まあ今日やっぱり劣勢な状態がすごい続いてましたけど、誰一人欠けることなく全員でまず、もう僕はずっとバレーボールを楽しんでたので、まあそれでしっかりと結果がついてきたところが、まあ本当に自分としては良かったかなと思います。どうした日本ラウンドは？いやー、やっぱ楽しいですね。やっぱ日本のお客さんの前で、すごいです。日本のお客さんの前でやっぱりできるっていうのはなかなかない機会なんで、いやー、まあ気持ちよくバレーボールできたなと思います。どう自分の出来は？今週合流して、良かったじゃないですか。合流したすぐにしては、やっぱり結構チームとしてもフィットしてましたし、まだ調整してるんですけど、あの日本のお客さんの前でいい日本チームが出せたんじゃないかなと思うんですね。すごいファンの方。いや嬉しいですよ。こんなのなかなかないんでね。いや本当にありがたいです。